はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。おはようございます、監督。今日は1999年10月24日です。ということで、秋の公式戦かなりいい感じで、なんか春の大会出れそうな雰囲気を醸し出してますけれども、とりあえず、中堅にもなったし、みんな元気いっぱいだし、ドラフトに進んでいきましょう。おー、カードいっぱいだ。とりあえず1がいっぱいあるからな。勉強して、こっそり残って居残り練習してるようだ。いや、勉強してたんじゃないの。日本シリーズ4勝3敗で西武ライオンズが見事日本一に輝いた。予想的中の一夜なり。テンション上がった。スクワット。今日はいよいよドラフトの日です。誰か選ばれるのでしょうか。いよいよドラフト会議が始まる。もう誰が誰だか忘れちゃったよ。1999年度ドラフト会議、ただいまよりドラフト会議を開催します。第1回希望選手はいないっしょ。まあ4からあたりだな、可能性があるとすれば。いねえ。おい、いたいたいた、石田くん。ゴールデンイーグルス、西田のせー、水谷一気に出たな。やりました、監督。ドラフト指名されましたよ。オッケー、初のプロ野球入りっすね。数人というか全員テンション上がれよ。プロ入りを決めた選手は卒業式の日まで陰で自主トレに励みます。おお、なるほどね。顔つきが変わった。あの調子ならプロでも大丈夫だろう。やったー、初のプロ入りだ。よし、じゃあ頑張ってこう。総合練習。休め休め。ドラフト会議を終えてマスコミによる次世代ルーキーか、中島くん。青いところに止まりましょう。指立て。レアな野球選手カード。みんな野球選手カード集めてんの、ね、流行ってんね。3がないな、3が。2と1か。11月。よし。そう、ちょっと皆様からアドバイスをいただきまして。投手はもうこんなスタミナいらないみたいですね。変化球は3種類あって、松尾すげえな。ただまあ、とりあえず球速アップさせとこうも。変化球をね、どうも3種類あった方がいいみたいなんですよね。ということなので、もう1種類変化球を覚える。どれがいいのかな。適当にはシュート方向で、スタミナはなんか D やればとりあえず大丈夫みたいですね。こいつもじゃああと1球種覚えさせよう。カーブ方向、こいつも2種類だから変化球を、あれ、変化球3種類覚えるとあれなのかな、伸びづらくなるっていうのがあるのかな、ちょっとわかんねえな。とりあえず磨こう。やっぱり高速スライダーを磨こう。でこいつも磨く。スライダーを磨く。こいつを持ってるやつを磨く。スプリットか、球速遅いのにな。まあいいや、スプリット磨くか。よし、で捕手はどう育てればいいんだ、ちょっとよくわかんねえや。てかこいつ外野か、
こっちが都市か、メイン的に。とにかく弱いからこのまま守備力を上げよう。ファーストはまあとりあえず走力を上げよう。足が遅いで、二塁はやっぱり守備力大事みたいですね。この二遊間とセンターラインと呼ばれるところですね。でサードもちょっと最低限の守備力は欲しいから、中島くん、そう、遊撃手だからこいつは守備力上げとこう。このまま C まで持ってく。迫田くん、なんかピコーンみたいなマークがついてんだけど、何これ。こいつ外野、守備力だね、やっぱり。ちょっと守備重視になってきたけど、守りは大切みたいですからね。よし、 OK、 これでいきましょう。気さくに話しかけてきた。腕立て。真面目な中島。5が2つあるの。マシンガンノック。今日は文化祭です。お化け屋敷。本屋がいる。本屋が、お、スライダー変化量が上がった。松倉くん、逃げ玉。練習休みかつ休み。完璧だ。みんなこれで疲れが完全に取れただろう。紅葉が目立つようになった。秋か。よし、ガンガン進んでいこう。マシン打撃。ヤギちゃんさらに老けた。サコタくん、いいね。サコタくん、来月10日から5日間にわたり合宿。またか。 OKOK、 やります、やります。で、ちょっとこの特殊能力のところに行きましょう。特訓いくぜ。綿抜き、一夜なき菅原。ちょっとよくわからん。菅原が平均的に強い。こいつにしよう。簡単なやつがいいな、簡単なやつが。ムード丸。ムード丸があれば、チーム全体にもいい影響を及ぼしそうだったけど、ダメだった。ちょっと、いい感じでいけないな。バント練習。お、練習試合か。中堅、千葉第一高校。まあいいだろう。受けて立つ。どこだ、あそこか。よくよくよっと土曜。変化球を投げ込んで、ゴマをするためにってなんだよそれ。違うかもしんないだろう。ゲーターと土が良くなった、超いい。どんどんゴマ吸ってくれ。ひどい引用だな。もしかしたらもう真剣にやってくれてるかもしんないのに。よし、このまま練習試合に突入しましょう。有名なプロ野球が引退した。よし、練習試合。張り切り3人、菅原、一柳、松尾。松尾くん強えな。普通に強えな。菅原だな、じゃあ。誰がセンター守ってんだ。迫田か。 OK。松尾がやられるとうちは完全に死亡するからな。さあ、中堅対中堅。
イエーイ。選手の層は相変わらず薄いな。おはようございます。総合力 C、 これうちも出んの？出ねえし。さあ1回裏で点を取ってるな。まあいいや、転がしとこうとりあえず。ツーアウトだし。オッケー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 。これ走る、走れねえか。結局点は取れなかったのか。まあ流し打ちでいこう。オッケー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 。フェンス直撃。ただ誰もルイにいなかったからな。守備か。ワンアウト二塁にしよう。緩急重視。オッケー、ストライク。どう、取れねえか。ちょっと厳しいぞこれは。5回か、どうしよう。電力買おうかな。とりあえず一回盛り上げとこう。簡単に盛り上げてこい。おーで、もう急成長させちゃおう。ここで内角中心。おおおお、ダメだった。なおもピンチが続く。緩急重視。よし、インキーグファイ。まあこれで抑えてくれれば。内角中心。やっぱりショートの守備力がしょぼいか。逆転されたな。内角中心。これは取れないかっていうか、あぶんねえ。オッケーオッケーオッケー。危なかったマジで。さあ攻撃、ノーアウト1、2塁。勝負どころだな。中島頼むぞ、お前の超ファイトで完全に引っ張ってくれ。オッケー、さすが中島。まああとはちょっと普通に打ってこう。このカスってなんなの。まあ一気に追い込まれた。ファースト正面。よしよしよし、ツーアウトながらチャンスだ。強心臓、チャンスをあげる。流し打ち、流し打ちがね結構使えるような気がする。うわー、追い込まれた。どうだ。うーん、ダメだったか。4対2、守備ワンアウト二塁。松尾がちょっと疲れてんな。まあ内角中心でいくか。うわー、マジか。これは大丈夫だな。さてどうする。松尾この回まではちょっと投げさせたいな。ヤギ連連に行け。おっさんパワーだ。コントロール急速でも内角を攻める。うん、どっちだ。一見健常か。おっと、応援するの忘れた。2アウト、ギリギリを狙って、取れ、取れるか、取れないか。これはしかもフェアだし。マジか、同点だな。緩急重視。わ、疲れてる。これもう松尾限界だな。これ限界だマジで。
交代しよう。さて、そうするとヤギだな。球速が遅いけど絶好調だし。ちょっと究極の思考を使う。外角中心、ストライクを取って、やばいぞ。マジか。連打が止まらん。さすが中堅高校だ。低めを中心に集めてくる。そこまでのコントロールはないか。もうダメだ。6対4、7対4。ボッコボコだな。低め中心に。これは内野安打になる。内野安打だ。なんてことだ。臭いところをついていきましょう。セカンド、よしよしよし、オッケー、チェンジ。さあ菅原くん、立ってくれ。おお。すげー。小松くん、太郎投手へばってるよ。よし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 、点の取り合いだな。なんかもう絶対負けるとか思ったけど、もしかしたらいけるかもしれない。ヒットエンドラン、勝負をかける。よし、やった、ナイスだ。ヤギ、ヤギか。とりあえず流し打ちで、ここはもう手堅くはいかない。打ってもらう。うわー、ダメだった。強気、ラッキーボーイ、頼むぞ。うわ、これは切れた。あー、ダメだ。ショート正面、緩急中止で攻める。お、牽制した。危ねえ危ねえ。ボールが先行するな。フォアボールかよ。緩急重視。よし、追い込んだ。 OK、 ストレート121キロ、ノーアウト一塁。中島くん、中島くんはどうしてもな、流そう。はあ、お、いいぞいいぞ中地、さすがだ、さすが中地。このままガンガン攻める。引っ張れ。ストライクになった。これはよしよしよし、落ちた落ちた。ここももう攻めてこう。迫田様ではないか。頼みます、迫田様。よし、これはおっ、なんか戦術を指示してしまった。さすがだ。さあ、ここからどんどん続いていくよ、強心臓で。犠牲フライか。確かに1点もな、欲しいといえば欲しいな。8回だしな。よし、犠牲フライを狙って。あれ。打ってくんない。え、これ犠牲フライ大丈夫、浅くね。大丈夫か。 OKOK、もう使ってこう。ラッキーボーイ。ハハ、ヒッターがついたぞ今。引っ張ってこうじゃん。
これは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 と取られたか。やっぱりこれもファールになった。こういうの多いな。やっぱり一気に追い込まれた。これどう行くんじゃね。オーケー、すげえ、みんなすげえな。さあどんどん引っ張っていこう。あとは抑えてくれれば。とりあえず打たれるまではヤギでいこう。でね、守備にちょっと、よし守備頼んだぞ。で、内角中心、よし追い込んだ。オッケー、外角中心、よしよしよし、調子いいんじゃね。これ取れるぞ、フライだぞ。オッケーオッケーオッケー、ライトフライ。さああと一人、外角中心、ストライク、ストライク、外せ外さなかったけど、まあいいや。やりました。いや負けるかなと思ったけど、意外に打線が爆発しましたね、うちも。おー、中島くんすげえな。てかうちのホームラン数すげえなやった、うん、上がった。スプリットが上がってる。ヤギちゃんちょっと出たけど、あれか、まあいいや。400円ゲット。はい、というところで、中堅校にも、まあ結構危ない試合でしたけど、まあ勝てるようになりましたね。このままどんどん強くなっていければいいですけれども、今回はこれで終了したいと思います。